あ、動いた。いやすいません、すいません。どうもこの辺は切れやすいとこっぽいですね。ちょっと僕はこの1階2階が切れやすいポイントのような気がしてきたので、2階から脱出することにします。さっきスタートの時1階でスタートして2階に上がってきてもまだ始まらずで、上の方上がってきて初めてちゃんとまともに動き始めたので、ちょっと1階2階3階このゾーンちょっと抜けてもう1回4階へ戻ってみましょう。ここまでのあらすじで、爬虫類系の女性で受付の人が爬虫類じゃないとイルミナリタでも分かりましたねと命を狙われ、で手始めに電波妨害、まあ、電波妨害で済んだらいいですけどね、ちょっと電波妨害で済まん可能性もあるから怖いですね。よく注意して歩かないと。国際間の時差がすごすぎて我々は太古の書簡を受け取っていると知って、おお、かっこいいっすねそれ。電波を優先するためのまともな、まともな買い物ができなくない。まあ確かにそうです。でも買い物するつもり本当に興味ないので、あ、ここねスーパーリッチって書いてますけど、ここあれです、マネーエクスチェンジャーって書いてるでしょ。ここは有名な両替屋さんです。日本円今日いくらになってるんでしょう。日本円は1万が 0.2910 と 0.293 の、おお、やっぱりスーパーリッチいいんですね。そこで突然タイムトラベル的な放送に、確かに今なってましたね、今なってました、このソニーには騙されたな。しかしスーパーリッチやたら、はいはい、スーパーリッチね、ほんとあちこち増えましたよね、スーパーリッチ、びっくりですよ。あ、やっぱり楽器屋はなくなってるな。あそこしかもうないんか。そうやね、3階と4階やったもんね、前あったの。あ、でも見てない箇所はありましたけどね、富士フイルム、まあ富士フイルムはええねんけど。あ、ソニーね、僕ソニーショップを探してたんですよ。でもちょっとソニーショップね、インフォメーション聞いたらないって言われて。スーパーリッチシャンプーっぽい、ほんまや、シャンプーっぽい、確かにラックス、スーパーリッチですよ。富士フィルムありましたね、今ね。ソニーがこうやってアイスタジオみたいにこの単体 で出てるショップを探したかったんですよ。純正もののコードが欲しかったんですけど、まあ僕エクスペリア使ってるんで、それの純正の USB ケーブル欲しかったんですけど、残念ながら。スーパーリッチはね、あれです、だからタイで率がかなりいいという有名なマネーエクスチェンジャー、両替商をやってるところですね。スーパーリッチはインド系の経営かどうか、うわー、それは僕にもちょっとわからないですね。でもその系統の扱ってるとすると なんかこうイメージだけですよ、イメージだけですけど、なんか中国っぽいなっていう気がうっすらしてるんですけどね。そうです、そうです、両替のね、両替のとこなんですよ。あ、そういうことか、パワーバイ、そういうことか、半分パワーバイじゃなくなったんや。こっちのね、左半分の先、CD 見てたお店に戻ってきてるんですけど、こっちもずーっとあれだったんですよ、このパワーバイ、電化製品屋さんでね、タイでかなり有名なお店なんですけど、だったんですけど、半分売っちゃったんですね、これ。ちなみにこのね、B2S っていうお店なんですけど、この B2S はあれです、本屋でもあり、まあ、文房具屋でもありみたいなところです。だから CD 置いてるんでしょうね。レコードも置いてるじゃないですか、これ。ザ・ビートルズ。そうですか。
じゃあ ソニーショップ出せる、あ、そうですね、新しく進出はできるってことですよね。いや前ねソニーショップあったんですよ、撤退したのかな。めちゃくちゃ大きいの売ってますね。199,990バーツを149,990バーツ LG すごいね。 4K でかい、でかいっすね。だってこの下の台があるとはいえ僕の身長とほとんど一緒ですやん、これすごいなマジで。家に入らない可能性ありやな、こんなところに行くと。うわー発色綺麗やね、でもほんまに素晴らしいな。まあまあこれね、あの皆さんはツイキャスでご覧になられてるので全然あのしかも標準のあの画質オプションでやってるので全然でしょうけど、いやーやっぱすごいな 4K ですよ。 4K おこちらはパナソニックじゃないですか。パナソニックは比較してどうなんですか、綺麗さは。綺麗な、あやっぱすごいな 4K、 いやすごいなこれ、おリアルすぎる。あの種の乾いた感じとかもはっきり分かる。おお、なるほどね、なるほどなるほど。129,990バーツ値引きはなし、さすが日本っぽいところですね。そうですか、サムスもまあ綺麗だな。でもあそう僕ね思うんですけど、あの発色すごいですよ。でも発色あのソニーショップ違うソニーショップじゃないな、すみません、あのソニーブラビアやっぱりいいっすね。これもまた 4K はすごいな。75199,990バーツ、こちらも値引きはなし。なるほどね。でも43とかこの辺が43、49あたりが現実的やよな。そうやな。あこれね、セントラルワールド、このテロップに出てるセントラルワールドというデパートなんですよ。テレビもそろそろ買い替えろってうるさく言われてるんですけどね。あのねソニーの話なんですけど、あこれちょっと後ろや、あのねソニータイマーの話さっき出てたじゃないですか。僕ねあれね、本当にそのままサムスンに感じるんですよ。サムスンこそサムスンタイマーがあるなと思って、本当に狙ったように 2、3年ぐらいしたら調子悪くなってきたりしません、あのサムスンのやつで。僕は、まあ、そのタイで買ってるせいかもしれんしなんですけど、そういうイメージです。そしてこっちがシャープ、東芝とシャープ、シャープ、あーこれは綺麗な、あこれは綺麗な、うん、サムスンタイマー僕はあるような気がします。僕はね、あーやっぱすごいクオリティですね。僕はなんかね、こっちでサムスン商品、あの僕はサムスン商品は完全ゼロなんかな、違うんかな、なんか持ってんのかな。あの嫁がねサムスンのものを時々買ったりするのを勧めて、まあ嫁用に例えばまあ携帯とかもそうなんですけど買うんですけど、あのそれが全然よろしくないんですよね。大手企業も信用本当ならない、ならない、特にサムスンは全然ならないです。あの LG は僕まだ信用してるんですよ。でもサムスンは全然信用ならないです。サムスンの品質が悪い、ああね多分そうだと思いますよ。いやだって全然なんかあの
なんかほんまに時期が来たらすぐ壊れてるイメージですね。 2,3 年経ったら必ずやられてるみたいな。この辺はええわ。でさっき見たコーナー戻ってくるのか。なるほど、これはあれやな。いやあのね、実はこのヘッドホンコーナーをね早く抜けなければって言ってた割には、僕ヘッドホンをきっちり置いてるところを探したい買ったんですよ。実は専門店で1店あったんですよ前。あのこうやって店舗でがっちりやってるっていうよりは通路の一角で売ってるんですけども、ここは確かな商品いっぱい売ってるなっていうお店があったんですよ。どうもそこもなくなってるっぽいんですけどね。それがなくな、やっぱりなくなってるのを確認したんで、本格的なこのヘッドホンを売ってるところを探したかったんですけども、まああるっちゃあるけどないっちゃない。なんか中途半端な品揃えですね。こう、そうなんやな。これをこういうのが欲しいと違うんやな俺。レキストラベースとかでしょ。まあそれはいらないんですよ。それはいらないんですよ。サムスン製品はパソコンの中古メモリでぐらいしか使ったことないですけど、そんな感じ。あー割とそうで、あ、コブネアさん、あ、どうもどうもこんにちは。コブネアさん、あのそっちの様子どうです？まったりしてますか？楽しく遊べてますか？僕はあの今、あ、データ警告が来た。僕は今あのセントラルワールド、バンコクセントラルワールドに来てます。いらっしゃいませと。はい、ヘッドホン選びね難しいですね。今一個開放型のねヘッドホン、ケンさんやったらご存知かな、プリンって言われてるやつあるじゃないですか。ゼンハイザーの HD598 あれ使ってるんですけど、密閉型のやつをねちょっと一個欲しいなって言えば欲しいなと。まあでも買わないですけどね、買わないですけど。あのサムスンは品質には力を入れないで低価格で出して故障したら交換。あーなるほどね、それはありえますね。ありえますありえます。とりあえず安い価格での価格帯とかこういろんなもんをあれこれバラバラに打ち出して、で一つずつにあんまりこだわらんっていう、そういう感じのような気がしますね。ほんま資本が物を言わせてそれはあるでしょうね。資本が物を言わせてるのはあるでしょうね。 3.9 キロ先にでかいソニーの店がある。どこやろ。フンテープマハネ、あ、それはソニー69369スクンビトロード。どこやろう、ソニーの専門店69369どこなんやろう。でも 3.9 キロということはあれかな、あの僕がいつもよく行ってるあのプロンポン駅の駅前にあるあの何やったっけ、M コーティアかな。まあ、M コーティアにはあるんですよ。 M コーティアでこれをこのあのエクスペリア買ったんで。何用のヘッドホン、そうですね、基本的には音楽用ですね。音楽用ヘッドホンです。歩くのです。あ、歩くんですね。そうか、歩きまくってますねコブリアンさん。その感じはパタヤね。また歩いてまあまあ気持ちいい場所もいっぱいありますからね。バンコクよりはね、ずっと歩きにふさわしい場所ですよね。日本の製品も高度成長期時代の道具の方が丈夫だったり、ね、ああまあそれはありますかね。長持ちする製品がね多かった。ダイナソープラネットの近くで、あ、プロンポン、あ、じゃあやっぱりそこか。僕ねそこには日本からミュージックマガジンっていう、それこそねもう音楽雑誌なんですけどね、まあ、まんまの名前なんですけど、ミュージックマガジンっていうのを取り寄せてるんですけど、それが届いてるっていう話なんで、そろそろ取りに行かなきゃなんで、まあ帰りに寄るか寄らないかなんですけどね。
その時に買うか。日本製品の工場を中国に移転してから、故障が、ああまあそうか、そういうことか。それはありありですね。確かにありありですね。かなりありありな感じしますよ、それは。7時18分か。そろそろ動いた方がいいんかな。あ、またなんか乗ってましたね、子供が。あのボードに乗ったりするやつ多いんですよね、本当に。まあ、今のあの何でしょう、二輪車みたいなやつでしたけど。さ、大体の感じは今日分かりました。ということで、さあそろそろじゃあ移動しようか。確かに日本企業の中国、ああ品質やっぱりそうなんですね、深刻な状態なんですね。そうかそうか、やっぱりな。まあこれあのね、医療品とかなんとかなら、医療品ってあのね、服とかならね、まだなんかこうほら、あの実際まあうちの嫁もそうなんですけど、裁縫とかやっててね、スキルとかもまあ上がってきてる感じはするんですよね、このタイ人たちも。でもな、この電化製品とか怪しいよな。さて降りていくので、だんだんあの切れる危険が、電波が届かなくなる危険がだんだん高まってきています。切れたらすいません。工場で何かミスをしたら、中国人なら申告するけど、中国人は自己申告しない。あ、それはあるでしょうね。あのこれもタイでも全く本当同じですね。あの自己申告っていうのはもう、まあ、本当にない。あの黙っててあのバレなかったら OK で、バレたらバレたで、まあそれはその時でっていう、あの申告しないことがいかにやばいことにつながるかっていう雰囲気を全く持ってないですね。また草間さんのところに入ってきました。あ、一応エスカレーターもこうなってるんですね、赤い水玉に。さらに製法とかが中国に流れてしまってるからね。あ、そう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 ね、あの結局だから、あのそうやってね、あの技術輸出してるみたいなことになってしまってるね、ほんと。俺も商品注文するたびに、検品と梱包だけは丁寧にお願いしますとお願いするようにして、ようやく不良品が、あ、言ったらなんとかなってるんですね。マレーシアあたりに押されてるから、安い賃金で大量に薄利多売で大量に作ってる感じなので、一個一個丁寧に作るのが難しいと。で、これから変わるぞ。まあね、だからこれ中国も人件費がね、多分上がっていくと思うんで、そこがポイントですよね、今後ね、どうなってくるか。さあ、いよいよこのスペースはさよならして、地下に行きましょう。地下は特に切れやすい気がするんですけども、大丈夫でしょうか。あ、気をつけてくださいって言えば、それなりに気をつけてくれるんや。あ、まあ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 、それは不幸中の幸いですね。そういう部分はあるんですね。なるほど。ちょっと待って、あれどこやったっけ。ティーチョクモタサイチャンニールパオカップ。あ、カップパオカップ。あ、サンピーラク、オーケーカップ。あ、オーケーカップ。あ、オーケーカップ、パオカップ。切れずにいってるじゃないですか、なんか。オーケーオーケー。さあ、駐車場出てきました。まあ、この後僕はじゃあその、まあ、さっき太一さんがね、
紹介してくれた場所なんですけど、トロンボンの、何でしたっけ、ソニーショップ、ちょっと行きたいと思います。まあ、バイク移動になるので申し訳ないんですけど、しばらく切れて、でまあそのソニーショップのあたりで多分1枠やって終わりっていう感じになると思います。もし不良品があったらちゃんと写真撮って、休止デパートメント品質監視ブルームにちゃんと報告してくださいと毎回頼む。あー、そういう手順で行くっていうことなんですね。あー、報告をね、なるほど。ヘッドホン Amazon とかカッコムで調べてみてから、あ、まあまあまあそうですよね。ヘッドホンは本当に衝動買いしてろくなことがないので、ちゃんと調べてから買いたいと思います。まあ、買うときは本当にちゃんと調べてバッチリこれだっていうので行きます。在地球宇宙人に狙われてる虫が命からがら駐車場にやっとたどり着きましたよ。めちゃくちゃ今日暑いですね、外。わかりましたと。プロンポンに行こうとするもプノンペンに行ってしまおうか。それはそれで楽しいですけど、明日の仕事がちょっと怖いな。これ頭の高さ今ここなんですよ。めちゃくちゃやばいとこだと思いますよ。ちょうど頭の高さに合わせるとこんな感じなんですよ。後ろからバイク来てるんでちょっと急ぎますけど、頭を低くしていかないと頭かち割られてしまうような。あれ、俺さっき置いたところってもうちょい先あったっけ。虫身長、あ、そっちか。俺の身長が伸びてたんや。ここです。これもね、またね、こんなところに、これ今ちょうど目の高さにすると ここなんですよ。さっきあれでした、このさらにこう飛び出してるここの部分で、メットかぶってたからよかったんですけど、早速ゴツンになりました。でさっき通ってくるところに料金所があったと思うんですけど、あそこで10バーツを払って、10バーツ約30円ぐらいを払って退場ですね。車の場合はだいたい駐車券をにハンコもらって、買い物した場合に買い物この人しましたよっていうのが分かる形で OK になるんですけど、あれなんですよね、実はバイクの場合は、まあ、10バーツと安いせいもあると思うんですけど、これ全然割引がないんですよね。そういう大阪マフィア疑惑のある主、マジですか俺。ドタマ勝ち割るっていうのがどういうものか見せたろかと言いながら流血した頭を守衛さんに見せつけ、無事無料で脱出する。それかなり悪いやつやな。そう、バイクはね、そう、駐車割引ないんですよ。なんかちょっとムカつくでしょ、ちょっとね。でこんな本当にね、こんな果ての果てみたいなとこ止めさせやがって。車こういうとこにしてくれ。車入らないですけどね、この高さだとね。おし、じゃあそろそろ動くか。バイクが多すぎて全く優遇されてない。そう、バイクは全然そういう意味では優遇されてないです。ただね、大きなバイクの場合は、ここはちょっと違うんですけど、大きなバイクの場合はビッグバイク駐車場みたいなのがあって、そっちで止めることが多いです。でそれは新しく設置されてるからのかもしれないんですけど、なんかね、ゲートを通らない、有料なんかどうかよくわからないんですよね、あれ。大型バイクの場合
はい、ということで、それではちょっと動きます。では、新しいわけのわからない柄のネットを見せながら、また後ほどお会いしたいと思います。ではでは、またお会いしましょう。皆さん、またです。あ、お風呂、お風呂行ってきてください。ごゆっくり。てきてん。あ、バイビーです、バイビーです。それ新聞製じゃなかったです。新聞製じゃなかった。でもだいぶ新聞っぽい作りになってます。あ、どうもお疲れさんです。見つけてさん、どうもです。またです。